1>, 1年前の今日、サッカー場で一人の男性が倒れた。2023年、令5 7月2日。埼玉県シニアサッカーリーグ O40、40歳以上の公式戦に出場後、炎天下で意識を失い、帰らぬ人となった。42歳だった。事態を重く受け止めた日本協会、JFA は、全国に熱中症対策の周知徹底を要請した。 一周期を前に日本代表の森じ一監督55外族と面会再発防止への願い、国書したの夏場のスポーツについて考えることを提起した昨年8月4日 JFA が47都道府県の協会連盟に通達を出した周知以来熱中症対策の徹底について埼玉県で 公式戦後に40代の選手が倒れ、亡くなる事故が報告されていますと切り出し、サッカーファミリー一人一人の安全確保のため、厳重な熱中症対策をと強く求めた。事故は、その1か月前に起きた、埼玉・吉見総合運動公園サッカー場、42歳の男性会社員が、所属クラブの試合30分ハーフにフル出場した後、 倒れていたところを発見された。23年7月2日の午後だった。あれから1年、一周期を迎える時期に、森保監督が遺族と初めて対面した。森保大切な家族を亡くされて、お悔やみ申し上げます。皆さんの穏やかな生活を天国から見守ってくださるよう、僕からも手を合わせさせてください。そして、当時のお話を聞かせていただき、 夏場にスポーツをするリスクをみんなで考えていけるように、自分自身も会う方々に直接、今回のことを伝えて気をつけてもらえるように。あの日のことを教えていただけますか。暑い日だった、午後1時キックオフ、気温は試合が始まる時にに36、6度、後半開始時が35、3度だった。記憶がない部分も多いのですが、夫人はそう断った上で、 突然の別れについて語った取材に応じるのは初めてだ。主人が倒れて意識がない、と友人から電話が鳴りまして、熱中症かもしれない、と居合わせた方が救命措置を施してくださったそうで、人工呼吸、AED ・自動体外式除細動器で心肺蘇生を試み、救急車も到着したが、 最後はドクターヘリで埼玉県内の高度急性期病院へ。救急隊員の方に、どのような状態か尋ねたところ、厳しいです、と。病院に駆けつけ、別室で説明を受けた長男も、救命機器を限界数まで入れましたが、反応がありませんと言われたことを覚えています。集中治療室、ICU、で懸命の治療も、息を引き取った。 午後8時14分診断は心筋梗塞だった。すみません、辛いことを思い出させてしまいまして。森保は神妙に残された妻と中学2年生の長男に頭を下げた。続けて、熱中症との因果関係はどのような説明があったのでしょうかと尋ね、夫人が答える。熱中症とはお医者さんから言われてはいないんです。ただ、 心筋梗塞を引き起こすきっかけになり得ると、持病や前兆は全くなく、他に思い当たる武士もありませんでした。JFA が熱中症の診断集計は聞くが、直接の死因となるケースは把握していない。草サッカーや学校の部活動までは把握できていないが、JFA 主催の全国大会では記憶にないという現場の死亡例だった。 埼玉県協会によると、試合当日の気温は高かったものの湿度は低く、WBGT 暑さ指数は前半28、3度で後半27、4度。原則試合中止、中断、延期と定める31度を下回っていた。森保は軽率なことは言えませんが、現実問題、炎天下の試合でかかった負荷は相当だったはず、と推察した上で、 今や猛暑ではなく酷暑の日本で改めて夏場の過ごし方を考えないといけない。お二人が経験された悲しい出来事は二度と起きてほしくないですし、同じ思いをされる方が一人もいなくなることが理想。夏場は一切運動できない世の中に今後なっていくかもしれない。日本人全体を守る、中でも日本の宝である子供たちを守る。 そのことを大人たちが真剣に考えないといけない局面だと思いますと語った。J リーグは昨年12月、開幕を現行の2月から8月にする秋春制へ2 6 2 7年から移行すると決定した。調査によると、夏場は選手の走行距離が短くなる傾向が顕著。その期間の試合数が減れば、現場だけでなく観客の負担も軽減される。 移行の是非は別問題として、普段視察している森保も夏場にプレー強度が落ちるのはデータからも明らかなぜパフォーマンスが下がるのか体に負荷がかかっているからですその先に怪我が増え事故が起こりかねない不調にも陥る最悪は命の危険というところにつながっていくと危うさを実感してきた J1 歴代最多の672試合 代表でも国際 A マッチ最多の152試合に出場した遠藤保仁も、昨季引退した際、理由の一つに、猛暑下のプレーが生命に関わるという認識を挙げていた。鍛え上げられたプロの選手たち、日々調整に専念できて、夏はナイターで試合ができる環境にあってもそう感じるのに、育成年代やアマチュアの方々は昼間の公演などでプレーすることも多い。健康のこと 命のことをどう優先するか。森保はそう言うと、長男に、中学はどうと尋ねた。一人息子は、亡き父が愛したサッカーを続けている。8人制の小学校から11人制の中学校に上がったことで少年団のコーチをしていた父は昨年5月、愛息とのプレーを夢見てサッカーを再開した。シニアリーグに登録。 その2ヶ月後の試合で悲劇に見舞われた。それでもトラウマなど見せず楽しいですと、中学2年になった長男は森保に返す。一方で、朝の9時や10時でもすごく気温が高い。結構きつくて、危ないな、とは思いもします。でも、やっぱりたくさん試合をしたいんですけど。 暑い時間帯を避けるとプレー自体ができなくなってしまうので嫌だなとも思うんですと打ち明けたスポーツを楽しみたい純粋な気持ちとは裏腹に対策は避けられない昨年7月27日群馬伊勢崎市で行われた全日本クラブユース選手権 U1821 年から午前8時45分開始に早められていた試合で公式記録に刻まれた気温が 44、0度だった衝撃は SN、SNS も騒がせるとともに、今年からナイター試合だけに変える決定だとなった。森保実は、自分が最初に、夏場のスポーツ危険だな、と思ったのは、まさにそこなんです。息子3人、サッカーをしていて、三男が、広島のユース時代に高円宮杯 U18 プレミアリーグ、プリンスリーグやクラブユース選手権など、 気温35度を超える中で試合していて、これ、やっていいのかな、って、もちろん日程を昇華しなければいけないことも分かりますが、今回の遺族も、難しいですよねと同調する。サッカー少年の母として、主人のようなことがあったとしても、息子は試合したい、練習したい、上手くなりたい、と思っていて、意欲を削ぐのも。かといって普通の部活。 特に効率はナイター設備がないところも多いですし、応援する保護者の間でもプレーさせてあげたいね、とはなっていてと複雑な胸中を覗かせる。森保は、心からの声をありがとうございますと感謝しながらも、力を込め直した。お父様の場合は、試合後、とのことでしたが、プレーの最中に起こったとしてもおかしくない。自分の印象、感覚かもしれないですけど、 この暑さの中でやれば、それが原因で尊い命が失われるケースが出てくるんだろうな、と。誰も亡くならないことが一番、前例なんて全く通用しない時代、知見のある決定機関が決めていくことですが、もう二度と悲しい事故が起こらないよう、大人が未来を予測して決断するタイミングだと思います。1年前の事案を受け、埼玉県シニア連盟では今年から7、 9月は活動しないことを決めた。東京都協会も23年の真夏日が86日もあったことを踏まえて、今年7月1日から8月31日の公式戦を実施しない、ナイター含む方針を固め、昨年11月7日に通達を出している。森保は歓迎する、JFA としても全国に注意喚起していただければ。日本代表監督という、 現場の最高峰に立つ今だからこそ、熱中症について、夏場の運動の在り方について、発信すべき。その思いで遺族に会うことを決めていた。最後に質問した。夢は何ですか ?14 歳は即答した。サッカー関係の仕事に就きたいです。選手の近くで支えたり、監督やコーチとして指導もしたり、あとはスタジアムに関わることでも、メディアでも。 何かしらの形でずっとサッカーに関わりたいと。森保は微笑みながらサッカーに携わる者として本当に嬉しいです。悲しく辛い出来事を経験されて思い出させてしまいましたが起きてしまった現実の中で何ができるかということを自分は常に前向きに考えています。簡単に言うなと怒られるかもしれませんけど。 ご遺族の方々もぜひ前向きに人生を豊かにしてくれるサッカーを楽しんでくれれば子どもは大人に大人を子どもにできるスポーツですからと心からの言葉を送った将来の目標に指導者やスタジアム関係が出てくるなんて30年前の日本からは考えられないですよねとも重ねだからこそさらなる発展へ競技レベル向上や普及活動だけではなく 暑熱対策についても伝えないといけない子どもたちの未来のため世の中のためになる発信をしていきますお二人のように悲しい思いをされる方がいなくなりますようにすごく大切な機会をいただきありがとうございましたとお礼と約束と握手で締めた選手家族審判員運営サポーターサッカーファミリーの健康と安全を守るための啓発を 勝利と同等に追い求めていく。